やった。この先生早く来るか遅く来るか分かんないんだもん。今日まゆみちゃんからだよ。なんていうか遅れてきた子供たちの時間になるんですね。目の前の空気が、その空気がおやすみなさいがさよならに聞こえないように、気を使えば使うほどさよならに聞こえてしまうんじゃないかと。